はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。本日はですね、私のチャンネルついに登録者がね1000人達成ということで、前回の動画でねご報告させていただきましたけども、たくさんのお祝いのお言葉ありがとうございます。はい、やっとこさ1000人ということで、チャンネルをね開設してからは2年半ぐらい経ちました。実際のところ開設は2年半前になるんですけども、カメラのね、ネタをいろいろとこうアップするようになってからは1年半ぐらいということになります。なのでね、で僕のチャンネルはね、皆さん見ていただけてたと思うのでご存知の通り、チャンネル登録者をね今まで公開しておりませんでした。なので本当に僕ね、普通にチャンネル登録者を公開して活動するよりも伏せてこの1000人登録達成したというのがすごくね嬉しく思っております。多分公開して1000人登録していただくよりも輪をかけてね嬉しさをね感じているところです。はい、その辺は皆様には伝わらないかなと思うんですけども、なんでねそんなに僕は嬉しいかというと、登録してくれてる方々っていうのは、単純に登録者が500人いる700人いるっていう、そういったステータスを見ずに、僕のねチャンネルのクオリティだったり期待値だったり、そういった部分でね、判断していただいて、登録していただいた方が、1000人見えたというふうに感じております。もちろんねだからといって再生数が上がるとかそういうわけではないんですけども、ただやっぱり登録者が見えてる状態で活動していくと、やっぱりこの人ね700人800人だからあとちょっとだから応援してあげようとか、そういった気持ちっていうのをねどっかかんがこう働いてくるんですよね。なんですけど、僕は伏せてたがゆえに、そういった部分っていうのをなく、単純に僕の動画チャンネルに期待していただいた方が登録してくれたっていうふうに僕は感じております。なので、より一層のね喜びがあるわけです。なので本当皆さんありがとうございました。1000人になったからといって何か変わるとかそういうわけではないんですけども、これからもねちょっと一つこう目標を超えたということで、これからも頑張っていきたいと思っております。で、これがね前置きになるんですけども、以前から1000人登録いったら何かしようかなっていうのは言ってたんですよ。で、動画、ライブ配信かな、動画でもライブ配信でも、1000人登録いったら、金髪にしようっていうちょっと何ですかね、特に意味はないんですよ。意味はないんですけど、そういったね、公約を掲げておりました。はい、多分ツイッターでもね言ってたと思います。なので今回は僕ね今これね、若干茶色ではあるんですけど、ほぼ染めないんですよ僕。はい、今はね、昔はね美容師やってたのでもろもろ染めてたんですけども、はい、最近はねやっぱり仕事柄っていうのもあってなかなか染めないんですけど、今回思い切ってこちらでね金髪にしていきたいなと思っております。その金髪にしてじゃあなんだっていうのも全くありません。ただただお祝いということで、おめでとうの金髪をね皆様に披露したいなというだけです。なのでちょっと仕事の関係で、染めたら、すぐまた戻してしまう場合もあるんですけども、ちょっとの期間ねこの金髪を皆様お楽しみいただければなと思いますので、早速ね金髪にしていきたいと思います。それでは今からね染めていこうと思います。なので次画面が変わる時には私の髪の毛が金髪になっていると思います。ということで金髪にしてきます。いってきます。頭皮大丈夫かな。はい、皆さん完了いたしました。ということでですね、ただいま私金髪になっております。いやー本当何年ぶりでしょうかね。20年ぶり、いや違う20年じゃない、17年ぶりとかそんな感じですかね、本当に金髪にしたのは。はい、なので自分でもすごくね不思議な感じしておりますね。はい、では
お披露目したいと思います。いきます。3、2、1、どうぞ。はい、いかがでしょうか。すごいなこれ、やっちまったな。はい、こんな感じで金髪にさせていただきましたよ。いかがですか皆さん。ねえ、ほんと真っ黄色。まあ単純にあのブリーチしただけなのでいい色じゃないですよね。いい色じゃないというかおしゃれな感じではないんですよ。まあ言ったらちょっとダサい、はい、ダサい色だなと思います。なんですけどまあね、公約通り、はい、金髪にさせていただきました。まあこんな感じで、はい、やったんですけども、またまあ長い間ねこのまんまっていうのもさすがにちょっとお仕事上難しい部分も出てきてしまうので、まあ、いずれまた元に戻したりとかするんですけども、少しの間はねこれでいきたいなと思います。ただやっぱりこの色がね本当にね、あの中学校卒業した高校生入る前の、ね、学生さんがやりそうな感じの色になっちゃってるので、まあ、ここはなんか変えたいなとは思ってます。はい、まあ、それが、まあ、どんな色になるのかっていうのもまたね動画にするか分かんないですけどやっていこうかなと思います。はい、ということで、本日はですね、まあ、1000人登録達成ということで、公約しておりました、ミッチー金髪にするを無事完了させていただきました。これがねあの似合ってるか似合ってないか、分かんないですけども、似合ってるよって人はコメント書いてください。似合ってないよっていう人は書かないでください。あのモチベーションの問題です僕の。はい、なのでね、これからもこんな感じで、まあ、好きなことじゃんじゃんやってきますんで、もしよろしければチャンネル登録もねしていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで本日は金髪にさせていただきました。皆さんねご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録、間違えたこっち、はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではミッチーでした。バイバイ。やべえなこれ。